今日は前回していたトリエストを紹介します。ピンジャックのリネントリエステルコットンのアルコディオというブランドの白い国林のシャツ、このパンツは素材が、コットンにバンブーと、これは、昔のラルディーニのネクタイですね。ネイビー、黒、白という組み合わせで。こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。今日は前回着ていたコーディネートを紹介します。前回はですね、今までやったことのないネクタイのコーディネートっていうのをやりまして、見た目がシャープに見えるようなことをイメージしてコーディネートしました。もちろん前回も同様なんですけれども、色は絞ってます。色は3色以内に絞るというルールに関しては基本的に守りました。そのコーディネートなんですけれども、どういったところに肝があるかっていうと、使った色は基本的に黒ベースにブラックウォッチチェックが入ってるっていうところです。でアクセサリーはゴールドになってます。でシューズはですね、ここに忘れてる、ちょっと待ってください、シューズ取ります。シューズはこの、グッチのビットボカシンも合わせたというところです。私個人的にビットボカシン非常に好きでですね、このようなモデルをですね、何足も何足も持っていて、僕の中でのヨーロッパの豊かな靴っていうイメージがビットボカシンには込められているので、これ大学の時から憧れていて、ずっと何回も何回も買ってます。すでに8足か9足買ったような靴なんですけれども、未だに好きで好きで仕方がなくて、夏になったら非常によく履く靴です。大学生の時から愛用してます。で、いろいろ紹介しますけれども、まずは、ジャケットからいつも通り紹介しますね。ジャケットはですね、ピンジャックの、今日着てるのも素材感一緒なんですけれども、リネントリエステルコットンのシアサッカーというか、洋流と言われるもので、これはすごく有名な、皆さんよくご存知のブランドでも、扱われていた品質の生地です。ブティックに行って、私もこの柄ではないですけれども、同じ品質の生地は見たことがあります。で、これは非常に軽い仕立てになっておりまして、袖はボタンも何もない筒袖になっていて、袖裏もついていないタップタイプです。前回紹介した白黒のジャケットも同じような仕立てになってまして、基本的には春夏のジャケットでものすごく軽いシャツのように着れる。その代わり見ればジャケットのような形になっている。ルックス的にはジャケットと一緒でいいと思います。唯一の違いは胸ポケットがないので、ポケットチーフは入れれないですけれども、非常にこう軽量になっているので、その必要はないと思っています。今日のジャケットもちなみにありません。で、このジャケットはですね、タイドアップしていただいて着ていただいても、T シャツで着ていただいても、何で着ていただいても問題はないと思ってまして、唯一襟が汚れるのが気になる場合は、以前、インスタライブでは紹介したんですけれども、T シャツの中にスカーフを挟むっていうテクニックを使うと、ここの襟のところが汚れにくくなるので、そのあたりを試していただくといいかなと思ってます。詳しくは、アレシオ・ラルディーニさんの動画を見ていただければ、そのテクニックが紹介されています。それ以外ですね、シャツを何色にしようかなと、ネイビーのポロにしようかなというところだったんですけれども、ネクタイをするスタイルということがいいなと思いましたので、こいつはですね、アルコディオというブランドの白い、ポプリンのシャツを使ってます。140層の、ポプリンシャツで、非常にコストパフォーマンスが高くて、僕着ているのはバルバのシャツとかオーダーシャツ着てるんですけれども、白のシャツに関してはこのところずっとこればっかり着てます。値段のバランスもいいし、あと襟がちょっと小襟で僕の好みに合ってるっていうところもあるので、非常にコストパフォーマンスの高い本格シャツだと思ってますので、これ超おすすめです。で、他もう一つは、これはウールの平織りのネクタイ、ウールのネクタイなんですけれども、これは昔のラルディーニのネクタイですね。もうここすでにループのところがこうちぎれて外れてるんですけれども、よく使ってます。で、ウールのネクタイのいいところは、吊るしておくと反発性があるので、ちゃんと戻ってくれやすいっていうことと、こいつは平織りの軽いウールなので、まあ僕はこれ一年中するんですけど、まあ夏っぽいっていうような、ちょっと特徴があるネクタイですね。で、ブラックウォッチにこいつを合わせて、トラウザーズですね。トラウザーズはですね、これはもう10年以上履いているなんですけれども、こいつはですね、マルコ・ペスカローロというブランドのパンツで、こっち彼はキートンファミリーの一員ですね。奥様が、キートンの今のトップのアントニオ・ド・マッテイスさんの妹さんで、お父さんが記事関係の仕事をしていたっていう方なんですけれども、このパンツは素材が、コットンにバンブー、竹の繊維を混ぜて作った、デニム素材ですね。デニムなんですけど、色が決して剥げるとかではないんですけれども、ブラックデニムっぽい素材。少し竹の繊維のおかげでツヤがあって、張りがある、打ち込みの強い、これイタリア製の生地なんですけれども、それをトラウザーズに落とし込んで、裾幅は少し太めになってます。20センチぐらいで竹を、少し長めに取って、短めに取って私は履いています。で、これにですね、ベルトはですね、先日あったんですけど、ちょっと片付けちゃいましたね、これ。私、間違えた。で、ベルトは、クロコダイルのダブルリングのベルトを、どこに置いてるかな、ちょっと取ってもらいます。すいません。こいつを合わせてます。これは、ネイビーの、
クロコダイルの、リングベルトで、まあ、あんまり気にせず黒の代わりに僕はこれ使ってます。少しだけアクセントがつくかなっていうのもあり、ブラックウォッチチェックの中にネイビーも入っているので、まあ、ネイビー、黒、白という組み合わせで、色はお話した通り3色に絞られてるっていうのが、黒とか素材感によって色は違いますけれども、そういう素材になってます。で、アクセサリーは、まあ、いつもながらの大人の鍵っ子のチェーンがありまして、これプロジェクトフェデのものなんですけれども、時計は、これはアクアノートの古いやつ、5060っていうゴールドバージョンのローマン数字っていうやつですね。ブレスレットは改造されていて、これはトロピカルっていうバンドのゴムバンドになってます。で、こいつも以前紹介した。大体この時計するときにはよくするんですけれども、アンティークのミラネーゼのものです。で、それに、こいつもまあ、以前紹介した、古い動画を見ていただくと、これは出てるんですけど、いかに自分で使ってるかっていうのがわかるようになってます。何もそんなことは意図してないんですけど、これもアンティークのタートルシェルのメガネで、こいつはアンティークで買って、フレームしかなかったものを、千駄木にある大沢べこさんにお持ちして、きちっと磨いて、調整していただいて、新品のように磨らせていただいたっていうのが、この今日のルックスです。で、ちなみに、来たところから言うと、すごくこう、ちょっとこう、パンチが効いてるように見えるんですけれども、これ、パンツの丈を少し長めにしたり、ソックスを履いたりすることによって、非常にこう、印象が落ち着くようになってます。ちゃんと、ある程度は、ガチガチのところでなければ、ビットモカシンと足元さえ改めてしまえば、ビジネスで必ず通用すると思っているルックスなので、ぜひこういうところは軽めのビジネスルックというところでやっていただいたらいいと思いますし、私は夏に関しても、ジャケットは必ず持ってくださいよということを人にはお勧めしてます。やはりビジネスですから、大人のたしなみとしていくらホロを着るとか何を着るとかっていう時も、ジャケットぐらいは持っていただきたいという気持ちで、いつも人には説明させていただいてます。なので、今日もこの先ほどご説明したフィンジャックのこの軽いジャケットっていうのを着ていまして、やはりこの軽いジャケットでもそれなりの形に見えて、ネクタイをすれば普通のブレザールックになるっていうのは非常に魅力があると思います。サトシーノも着てくれててめちゃめちゃいいですよっていうようなことを言ってくれるんですけれども、今のシーズン、この辺まだまだ店頭に並んでますので、ぜひ一度、袖を通していただくといいですし、オンラインでも買えるところたくさんありますので、ぜひ一度見ていただければと思います。今これ買えるのがこれとこのアルコビオのシャツぐらいかな。あとは、中古に行けば、あ、これはもしかしたらストラスブルゴさんに行ったらやられてるかもしれないですね。ヤオセイホーさんっていうところのクロコダイルのリングベルト、これ確か以前は僕がいるときは定番でやってたので、こいつ非常におすすめです。僕のベルト、これちなみに色違いで持ってるぐらいこのベルト気に入ってますというような感じでしょうか。これ多分まだこっちで扱ってんのかな。めっちゃ昔に買ったんで、扱ってるかどうかはわかりません。で、私のルックスは、こういう形で基本的に色を絞る。で、アクセサリーをつけるっていうところなんですけども、この時にしてたアクセサリーは、今日印象は違いますけれども、こういった形で付け替えをすることによって雰囲気を変えてます。これは、着こなしによって、なんとなくですけれども、自分なりのルールがあって、指輪をつける順番を変えたり、重ねる順番を変えたり、はめる指を変えたりっていうような形で、こういう風なミクチャーにしてます。ブレスレットも、ずーっとつけてるこのチェーンのブレスみたいなこの細いやつもありますし、普段変えてるブレスもありますしっていうところで自分のオリジナリティを出してるっていうところです。この指輪に関してもアクセサリーにしてもこの数は本当に個人の好みなので、別にこれがいけてるとかこれがいけてないとか、まあ、これダメだっていう方もたくさんいらっしゃると思うし、それかっこ悪いよっていう方もいるんですけど、僕は個人的に好きなんでこれにしてるという感じです。自分でもう本当に自分のスタイルを作って楽しむっていうことが毎回お話しさせていただくんですけど、僕はファッションの正しい姿だと思います。ですからトレンドをまあまあ気にしすぎるっていうことなく、まあ気にした方がいいですけど、僕もトレンドはすごく大切だと思っているので、ぜひ自分のスタイルを作るためにたくさんお店に行っていただいて、いろいろなものを見ていただいて、試してきていただいて、買って失敗するっていうのが、まあ失敗されるとあんまり良くないとは思うんですけれども、買って自分の経験値を高めていって、お店の方にお話を聞くということをしていただくと洋服の楽しみが広がると思いますので、ぜひ皆さんもコロナが落ち着いた後は洋服屋さんに行って、いろいろなスタッフの方の考え方だったり着方をお話しされてみるといいんじゃないでしょうかと思ってます。ウェブだけじゃなくてお店の素晴らしさっていうのが知れるいい機会だと思いますので、いろいろなお店に皆さんぜひ行っていただければと思います。今日はご視聴ありがとうございました。高評価と登録をいただけましたら非常に今後のやる気につながります。いつもやる気はありますが、もっとやる気が出ますので、企画ご希望がありましたらできるだけ添えるように頑張りますので、今後とも応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。